ノックぐらいしろよ、森さん。そうか、そりゃ失礼。いい知らせと悪い知らせがあるが、どっちから聞くか選んでいいぞ。どっちでもいい。じゃあ悪い方から。パーティーお嬢様がお怒りだぜ。誕生パーティーにお前を誘いたいのに、電話がちっともつながらないとさ。電話は止まった。ついでに言えば電気も水道もな。そんなこったろうと思った。いい知らせは？なんと。でかい仕事だ。前金でな。前金か。そいつは結構。流れねえ便所にも飽きてきたとこだ。水道、ガスに電気代、立て替えといたぞ。お前さんの取り分でな。デビルメイクライ。なんて、ちょっとなんて、今まで何回かけたと思ってるの？やっとつながった。今夜が私のバースデーパーティーなのよ。なんと18歳になるの。もう子供。オーケー、モリソン。仕事の話だ。そうすりゃ、お嬢ちゃんの誕生日会に出ずに済むからな。いいだろう。欠席と伝えておくさ。よし。あれが依頼人だ。話を聞いとけ。俺はレディとトリシを連れてくる。あ？待てよ。俺一人で十分だろうが。言っただろう。でかい仕事だ。人手がいるのさ。まず、名前は？名前などない。まだ生まれて二日目だもの。冗談だ。V と呼んでくれ。わかった、V。頼みたい仕事ってのは何だ？強大な悪魔が蘇ろうとしてる。力を貸してくれ。その手の話か。今までもそんな依頼ならごまんとあったが、どいつも肩透かしだったぜ。今回は違う。違う？どこが？根拠でもあんのか？その悪魔はお前の戦う理由だ。悪魔の名は？してやる。なら行ってみるか。魔剣スパーダの気配は近い。痛い！
何やってんだろうな、あれ。なんかの儀式？魔剣スパーダに捧げるダンスって感じ？ってよそ者お断り？閉鎖的なのね。魔剣スパーダは返してもらうぞ。お前たちに崇められたところでスパーダにしてみれば不本意だろうしな。使い切れそうにないな。惜しいよな、本当に惜しい。心の方はあるのによ、肝心の力がね、悲しいもんだぜ。おっと、な、怒んなよな。だがネロなら、これも扱える。な、どうした？気配を隠していたか。運がいいっつうかなんつうか、しぶといやつ。おい、ブイちゃん、ダメ、そういうの良くないと思うよ、俺。お前がユリゼンに勝っていれば、こんな…いや…おい、落ち着くな。そもそもお前がいなければ…俺は…やめろ、ブイ。